隊長すいません、あ今どこなんかすごい急ぎ目ですけどどこ向かってるんですかね。ちょっと急に僕呼ばれて、まあ、最悪なことが起きた。最悪なことですか。停止で、はい、今救急隊発見して、はい、でそのお母さんに連絡あって、で、はい、あのお母さんがあの現場来てくださいっていう救急隊からの電話があったから、そのお母さんもパニック障害とか今起こってて今やばい状況やねん、はい、だから娘さんが自ら選んだのかちょっとどういう状況か俺も電話では把握しきれない情報多いから、はい、今から全部撮影中止と、打ち合わせも2件中止連絡この後入れて、あの立ち会いとかとの連絡全部キャンセル入れて、はい、停止状態今心配です。それ向かってるってことですか。向かってる。お母さんをそこの現場まで一緒に行って見なあかんからな。わ、はい、かりました。まあ絶対諦めんとお母さん不安定になってるからな。やばい。お疲れ様です。大丈夫。どうしよう、まずシートベルトしてこれ落として、下ろして。私のせいや。まだ分からんから、うんうん、お母さんはしっかりと気持ち落ち着かして、まず状況を説明してもらえますか。何日か前に、うん、うん、中構築予定で、うん、ほんで区役所に提出するのに、うん、政府に持ってったんですよ、うん、ほんでヘルパーさんに、うん、今月いっぱいで引っ越しするし、うん、ほんで今月いっぱいでいいですって言ったんです、うんうん、ほんで相談員から電話って、うん、なんで私に先言わんがやー言ってなんか怒られたみたいで、うん、それで、怒られて、うん、そっからみたいに言ってたよね。したいというか、うん、なんかちょっとイライラしとったみたいな感じ。うん、レスキューハウス側にも昨日来てるんですよ、うん、相談員に来ました、うん、相談員に嫌なことを言われて、うんうんうん、今っていうことが来とって、うん、昨日隊長が来てから、うん、ほんで今やっと、うん、かけば届いたよって送ったに返事なかって、うんうん、ほんで昨日の時点で気づけばよかったのに。で僕たちも毎日連絡取ってて、うんうん、朝と、まあ、昨日の夜、うん、まあ、夕方と、うん、じゃあまたねって言って、うんうん、寂しかったって言ってたんで、うん、僕たちも一緒にいるよみたいな感じで、うん、一旦昨日終わって、うん、で今日も朝おはようございますっていうので9時ぐらいに送って、うん、帰ってこなかったからもう一回11時ぐらいに送ってるんですよ。でそれも帰ってこなくて、うん、茜さんに電話したんですよ、うん、連絡ついてますかみたいな。でついてないで、もう少し様子見ようってなって、うん、僕たち連絡しても14時ぐらいにやっても帰ってこなかったんで、うんうん、まあ今から自宅に向かうで間違いないですか、うん、はい、 OK です。もう一回電話してみます、うん、しましょうしましょう、スピーカーにして、うんうん、あ、もしもし、すいません、お電話変わりました、金平と申します。今どういった状況ですか。はい、うちで今お話を聞く限りでは、はい、停止状態であると、そこまでしか、はい、まあ、聞いてないです。あ、で病院に搬送はされてるんですか。それが警察に引き継ぎますと言ったことから、あ、もしまあまあ、素人なんで分かりませんけど、うん、状況から察するに、になられていると思う。はい。警察の方に確認したんですが、お母さんに来ていただけるなら来ていただきたいというふうにおっしゃっておられました。はい、分かりました。お母さん、まだね。お母さん、まだ信じよう。まだどういう状況かわからないし、お母さん、まず呼吸を抑えよう。お母さんがパニックになって酸素がなくなってくれば余計に心配する。一旦落ち着こう。
ちょっと疲れてる。いいよ、あの僕おんぶします。いや、おんぶする、おんぶする、もう走りに行く。もう重いの、重い。ゆっくり呼吸してね。はい、もうすぐ会えるからね。うん、あ、こんにちは。こんにちは。お母さん、まだまだまだ。呼吸。人工呼吸してた。一旦落ち着こう。さっき約束してな。一回お母さん、呼吸ね。ちょっと今はやめとく。ちょっと落ち着くまで待って。はい。酸素返しちゃっていい、一応。うん、お母さん、僕やるわ。もしも余計しんどくなったら、これを鼻の中入れるからね。母親の私の責任や、深呼吸すれば生き返る、うんうん、そうなったら僕絶対するから、うん、な、必要やなって僕が思ったら絶対するから、うん、早く会いたい。頑張って行ってみる、僕と一緒に。僕横おるから、うん、別にどこも行かないし、頑張ってみようか。呼吸ね。僕諦めてないからな、な、人工呼吸必要、僕が人工呼吸必要と思って絶対するから。私も人工呼吸する。うん、救急車呼ぼう。うん、で、OK、それ約束しよう。うん、OK、行こうか。僕これ持つから。みんなついてる。じゃあゆっくり行こう。うん、ちょっと布団で寝てるで今、うん、な、ちょっと寝てるからな、うん、俺が寝かしてあげてお布団かけてあげて、うん、お顔見てあげようか、うん、お母さん頑張ったな、うん、お母さんのせいじゃないからな、絶対にお母さんのせいじゃない。もう頑張って最後、自分で判断したんじゃないかなって。言ってたで、お母さんに迷惑かけたくないから頑張りたいって。お母さんもな、愛すごくあったやんか。お母さんもお母さんの愛めちゃくちゃあったよ。じゃあちょっと僕たち後ろおろっか、ここね。で最後バイバイを、でまた会えるから。うん、のとこに行きたい。行きたい。ダメやで、それは。また会えるかな、うん、また会える。バイバイ。また会おうね。お母さん、今から、警察の方が最後少しだけお話ししたいって、うん、いい、うん、追いかぶれな。うん、で、今警察でな捜査してるところなんやけど、明日な
妹さん家に帰ってもらうんやけどな、そのために葬儀社さんとか受け入れの準備とかお母さんを助けてあげてほしいんやけど、お母さん一人でちょっと今しんどそうやから、だから落ち着いたらちょっと話し切りに行ってあげてほしいんやけど。ほんならまた、はい、じゃあ下降りようか、じゃあ母さん降りられへんと思うから乗ろっか。おい、あかねは重いよ。全然大丈夫。深呼吸してもダメやった、皆さんこんにちは、隊長です。今回皆さんに伝えたいことがあって動画を回してるんですけど、何があったのかっていうのを全てお話しできたらなと思います。なぜこうやって動画を撮ってるのかというと、 A さんと約束したからです。腹筋診断もすごくわかります。ただ A さんが天国に行く前にずっと僕と会った日から毎日、私は何かあったら絶対に動画を回して同じ思い境遇に立ってる人たちを私を通して守ってあげてください、約束ですよ、笑いながらずっと毎日僕に伝えてきてました。 A さんは心に病を抱えていてすぐに人とトラブルになると、私らは私をコントロールできないことがあって誰かを傷つけてしまう、自分が自分じゃなくなる時があって誰かを痛めてしまう、その苦しみと戦ってると言っていました。 A さんは最近も人間関係で悩んでて、毎日連絡を取って大丈夫かって言ってたある日、昨日ですね、 A さんは突然私の安否確認をしてくれませんかと、毎日連絡を取っているので安否確認は必ずやっていると認識していて、スタッフでこの話を共有したのを覚えてるんですね。どういうことだろうって、で何か連絡が取れない場合はすぐに行きますとは伝えてたんで、その時にはもう A さんは今日のことを決めてたんじゃないかなって今思い返せば思います。 A さんはお母さんのことが大好きで、お母さんも A さんのことが大好き、でも A さんは暴力を振るってしまうと、だからお母さんに迷惑をかけてしまいたくない、そういうのは常日頃言ってたんですけど、前日僕に安否確認来てほしいと連絡がありました。僕がそこから次の日朝連絡しても連絡はつかず、いろんな連携機関と連絡確認をするも連絡は入っていないと、お母さんに緊急連絡先の指定のあったお母さんに聞くもお母さんも連絡がない、それらの調整をしている時にお母さんに一本の電話がありました。その電話を聞いて僕は最悪なことを想定したんですけど、信じたくない一心でお母さんと現場に向かいました。 A さんの命を通して皆さんに伝えたいのは、亡くなっていい命なんか絶対ないです。お金や人脈すべてなくなっても命だけは一度なくなれば絶対に帰ってきません。それを皆さんは絶対に覚えておいてください。あなたを大切に思ってくれる人は必ず出てきます。今いなくても必ず出てきます。なので自ら命を終えるという選択だけは絶対に取らないでほしい、頑張って乗り越えてほしい、それを
忘れないでください。